こんばんは。こんばんは。ちょっと1、2分くらい挨拶タイムです。こんばんは。あ、続々とたくさんの方がコメントしてくださってる。こんばんは。なんか久しぶりだからちょっと緊張するな。緊張するな、なんか。へへへへ。こんばんは。いいかな、そろそろ挨拶タイム終了しようかな。あ、ゴー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 。こんばんみー。あー、 ありがとうございます。さあ、じゃあちょっとお話始めようかな。はい、今日解禁になりましたトラペジウム、私が書かせてもらったトラペジウムがですね、アニメ映画化になることが決まりました。なることが決定しました。ありがとうございます。こんなの用意してもらいました。じゃーん、ティザーのねパネルを用意していただきました。はい、5月10日に、全国ロードショーとなります。いやー、長かった。やっと解禁できたという気持ちでですね、今日はすごく楽しみな日だったんですけれども、昨日の夜からちょっとそわそわしてました。今日の朝4時に解禁だったんですけど、そわそわしてました。でもね、皆さんからたくさん反響いただきまして、すごく嬉しいです。なんかトレンドに一瞬名前が入ってて、っていうのもね、すごい久しぶりだったので、すごく嬉しいなっていうふうに思いました。ちょっとなんか緊張する、なんか顔さ、結構なんか引きずってるよね。なんでこんな緊張するんだろう。緊張、皆さんにねちょっと見られてるっていうのがちょっと緊張しますけど、ありがとうございます、見てくださって。で、このね、せっかく解禁になったので、このアニメ化についてお話ししたいんですけれども、アニメってね、すごく時間がかかるんですよ。で、ありがたいことにお話しいただいたのが、もうね、卒業より結構前だから、卒業してから私2年経ったんですよ。で、それよりも1年ぐらい前だったのかな。なんか風船飛んでる、ありがとうございます。だったから3、4年ぐらい経つですかね、でくらいにお話しいただいて、でアニプレックスさんとクロバワークスさんっていう、私ね、すごく好きな作品が、空の青さを知る人ってあみょんさんが歌ってる、アニメ映画なんですけど、それすごく好きだったので、それを手掛けてるクロバワークスさんと一緒にこうトラペジウムを作っていけるかもしれないってなった時は、すっごく嬉しくてですね、はあ、楽しみだなって思ってました。で、公開時期がいろいろ2点3点あったので、もうちょっと早くできるかもとかいろいろあって、で、コロナも挟まっちゃって、で私の卒業時期もなんかいつにするみたいな感じになってて、でそれよりも結構前にこうお話いただいてたんで、このトラペジウムの公開ぐらいに卒業しようかななんて思ってた時期もありました。でも結果的にね、卒業してから2年後、そのなんか、卒業時期をなんかね、公開日に合わせるってなると、なんかそれも違うのかなっていう風にいろいろ思って、結果的にはね、すごい良かったなって、このタイムラグというか2年間経って良かったなっていう風に思うんですけど、で、時間をかけて、皆さんと一緒に作ったものが5月に公開となります。この時点でね、言える情報っていうのが実は限られてるので、私はちょっと口を滑らせないようにこう喋んなきゃなという感じなんですけれども、そんな
感じでそうそうどんな感じだった感じですけど、はい、すごくね、嬉しかった話がありまして、私まあアニメ化するっていうのを皆さんには今日こうお話できるんですけど、まあこうスタッフさんとかはもちろん知っていて、で私が、卒業コンサートの後の、まあ、軽い打ち上げみたいなのがあったんですけど、そこでなんかみんなでご飯食べて、集合写真撮るみたいなのがあったんですけど、その時に今野さんがですね、みんなの前にみんなの前で、かずみは卒業後にトラペジウムのアニメ化を控えてますみたいな話をしてくれて、なんかそれがすごい楽しみですねみたいなのをメンバーみんなにこう今野さんがお話ししてくださったんですよ。で、そうだからね、メンバーのみんなはこう知ってたんですけど、これをね知ってたんですけど、なんかトラペジウムを、本でね読んでくれた子もたくさんいて、でも本が苦手だよっていう子もねきっといたと思うし、今これを見てくださってる方の中でもいらっしゃると思うんで、そういう方にはこうぜひ見てほしいなっていうふうに思います。なのでこうメンバーのね今現役のみんなも見てもらえたら嬉しいなっていうふうに思いますね。率直なね感想を聞きたいなというふうになんかぼんやり今は思ってます。はい、なんかちょっと可愛こぶちゃっていますとか言うちょっと恥ずかしいですけれどもはい、で、そうですね、まあ制作秘話までいかないですけど、まあ、こんな感じで制作しましたみたいなのをねこう軽くお話しさせてください。まあ小説とアニメって本当全然違くて、でまあ小説って読むのに結構時間かかるんですけど、アニメでアニメ映画ってなると、まあ、尺もねこう映画って結構2時間ぐらいじゃないですか。でもアニメ映画ってもうちょっと短かったりするんで調整しなきゃいけないんですよ。なのでどの場面を使ってどの場面を削るかみたいな話し合いが最初あって、でそういう会議にも全部参加させていただいて、いろいろこう皆さんと作ってきました。なので、小説に、あったけどなくなってる場面もあるし、逆に追加されてるシーンもあるので、ねこうまあ原作はトラペジウムこう私書きましたけど、本当に皆さんのこうお力添えで、まあ、全然違うものになってるんじゃないかなっていうふうに思います。私もまだね完成したもの見てないんですよなんですけど、すっごく完成が楽しみです。で小説だとなんか一応頭の中では、まあ、こういう感じかなってふうに文字起こししてるんですけど、そうぼんやり浮かんでる感じだったんですけど、アニメ化するってなるとそのここはどこですかみたいな、例えば喫茶店が出てくるんですけど、喫茶店のイメージありますかみたいな、店内のイメージありますかとかも、その架空のお店だったりするんですよ。そうしたらなんか似たようなお店をこういろいろ調べて、あここをこうかこういう感じで組み合わせたお店を想像してましたみたいなところをなんか共有したりとか、逆にあこの駅でしたっていうね、もうはっきりとして駅が浮かんでる場合はそこを書いていただいたりとか、そういう作業が結構最初の方ありました。はい、あとは私結構インスタの水色ばっかりでちょっと水色嫌いな方からすると結構なんかもうゾワッとするぐらいな感じだったので申し訳ないんですけど、色のこだわりすごい強くて、なのでなんかね一緒に色を作っていくって作業がすごい楽しかったです。4キャラクター東西南北って出てくるんですけど、メインでねその4キャラクターの細かい肌色みたいなのを決めたんですよ。それとかすごい面白くて、なんか私カトリーっていうキャラが好きなんですけど、お嬢様のねキャラがいるんですけど、カトリが
まあそのリオさんってね、こうあのいらキャラクターを描いてくださったリオさんが香取をすんごく可愛く描いてくださって、このままだと香取が優勝しちゃうみたいな思って、なのでその香取の肌の色をちょっと落として、こう美白だったのをちょっとなんかこんがりじゃないですけど、まあ普通の肌色に近づけるみたいな、なんですか、まあ、久保ちゃんぐらいの肌をと私ぐらいの肌にするみたいな感じですね、みたいな作業があったりとかして、そういうのとかは貴重な体験だなって一つ一つ思ってました。はい。あとは主人公の声をね、こうどなたにするかみたいなのとか、結川麻貴さんに声優していただいたんですけれども、声優さんもですね、オーディションの段階からちょっと携わらせていただいて、監督さんと、このキャラクターはこの方がいいっていうねお話もさせていただきました。結川さんの声を聞いた時に私はあっって思いました。ヒューだ、なんかゆいかわさんのこうお姿初めてお会いした時もゆっぽいっていう風にすごく思ったので、それをね皆さんに早く、なんかもし原作知ってる方はゆっぽいみたいなものも感じてくださると思うので、そういうのもねぜひ皆さんに早くこう体感していただけたら嬉しいです。はい、なんかちょっと一方的に喋っちゃってすいません。もうちょっとなんかゆっくり喋ろうかな、はい、そんな感じでちょっとコメントもねこう見させていただきつつ、そうなんですよ、こういろいろねあ、残念日村さんじゃなかったで主人公の声日村さんだったらもうとんでもないですよ。日村さん器用だからねやっていただけそうだけどそうそう、こんな感じでね、で今、まあ、ちょっと話されますけど、ダヴィンチさんで、湊かなえさんと対談させていただいてまして、今発売中のダヴィンチさんに載っているんですけれども、私のね大好きな湊さんに憧れて、湊さんの作品を見て本が大好きになって、湊さんがいらっしゃらなかったら私はそのトラベジム書けなかったので、本当に恩人なんですけれども、その湊さんと実はトラベジウム映像化することになりましてっていう話もさせていただいたんですよ。で情報解禁より前にダヴィンチさんが発売だったのでそれはちょっと載ってなかったんですけど、そういう話はさせていただいて、で湊さんもたくさん映像化なさってるじゃないですか。でアドバイスいただいたんですよ。どんなところにをこう感じたらいいですかねみたいなお話させていただいて、湊さんがエンドロールを見た時に、ああこんなにたくさんの人が自分の作品に関わってたんだっていうのを見て、感動したっていうふうにおっしゃってたんですよ。私映画館行くとね、申し訳ないけどいつもエンドロールはあんまりね一人一人のお名前は見てないんです。でもそう今回はあそういう気持ちになるわっていう風にこう言葉いただいて思いまして、なんか湊さんのねこうありがたいお話もこういただけましたし、エンドロールも楽しみになりましたし、ハッピー満載でございますはい、これは湊さんとはひとときの今ね、湊さんの新作人間方法発売中でして、そこでね出てくるね モルフォのね本当の羽を使ったブローチいただいたんです。これをね私はお守りのように今いろんな場所にこう持って行ってるんですけれども、なんか今日も持ってきました。こう落とした、すいません、掲げます、
いいことが、ね、ありますようにというあの思いも込めまして、あとは皆さんにお裾分けといいますか、あの年末ですけれども、あの今年ね一年お疲れ様でしたという意味と、あの来年いいことがありますようにという意味も含めていいかなと思って今日は持ってきました。はい、そんな感じのね、お仕事をね卒業してから、実はしておりまして、ちょっとねメディアの露出は結構少なくて、ファンの皆さんはちょっとなんか応援しがいないなって思われちゃってたと思うんですけれども、劇場に、はい、劇場で恩返しができたらなというふうに思います。はい、今日お話ししたいことは、こんな感じでございました。見てくださってありがとうございました。ちょっとコメントも読ませていただきたいと思います。あ、いろいろありがとうございます。ありがとうございます。そう、私ねコメント読むのと、乃木坂の時からあんま得意じゃないんですよ。なんか迷っちゃって結局拾えなくて、ありがとうございますとかで終わっちゃいがちだったんで、それを思い出しました。なんか懐かしい。あ、ちょっとなんか成長してなくて申し訳ないですね、乃木坂時代と。すみません。ちなみにそうだ、今日言い忘れてた、この黒いワンピースはですね、マッチュンのブランドランティナムの服になります。じゃーん、ちょっとねこうやってやるとセクシーなんですけど、可愛いですよね。これ1枚で着たいですね、夏とかは。でもちょっとベロアなんで、なんかこう秋とか春とかに、秋かなにいいかなっていう感じですね。これ上にケープみたいのついてて、私はそれなしで今日着てるんですけど、すごく可愛いです。で、あとは今日はね、そう、久しぶりにちょっと私服で配信だったから、こだわりました。これはミューラルさんの、今期発売しているネックレスです。ちょっと大きいよね、キラッキラなの。ちょっとトラペジウムっぽいかなと思って色とかつけてきました。かわいいよね、これは一目惚れでした。あとこうイヤリングもミューラルさんになります。こっちは違うんだけど、これはミューラルさんになります。はい。あー、なんかいろいろ舞台挨拶とかあるんですかとかね、いろいろこう質問いただいてますけれども、ちょっと楽しみにしていてください。でもイベントとかもね、なんかいろいろ計画しているので、はい、来年は皆さんといっぱい会えたらなっていうふうに思います。あと実はもう一個ちょっと取り組んでいたものがあって、でそれもね近々お話できるかななんて思ってます。はい、なので確実に今年よりは皆さんとお会いできる年になると思います。来年はそれをすごく楽しみにしています。もうね、会いたいね、皆さんに会って喋るのがすごい好きだから、会いたいなっていうふうに思います。はい。今日はなんか急にねインスタライブしちゃって、まあ、前日告知とかなっちゃったんで、9時だと間に合わないよっていう方が結構いらっしゃって、アーカイブちょっと初めて残してみようかなって思うんで、これくらいで終わろうかなっていうふうに思うんですけど、いかがですか。欲しがりみたいになっちゃって、アンコールみたいな感じになっちゃうかな、これだとね。皆さんも気遣いますよね。それちょっと申し訳ないことを今しました。
まあ、またね、こんな感じで、お話できたらなっていうふうに思いますので、そのためには、元気でいたいなというふうに思います。私ね、3日前ぐらいに急にね、ここに目の中縁にね、水ぶくれができたの。怖くて、X で水ぶくれ目とか調べたら結構できてる人いて、でね、原因が分かんなかったんだけど、急にできて次の日には治ってたりしたから、なんかね、ほんとそれこそさ、永遠にこういうことが起きるかもしれないじゃないだからちょっと怖いなって思うんですけど、大事な撮影の時とか怖いなって思うんですけど、なんかこういうね、アレルギーとかこう、なんかよく分かんないけど、こう頭が痛いとか、私もたまにありますし、そういう悩み抱えてる方多いと思うんですけれども、一緒に頑張っていきましょう今日はお忙しい中見ていただきましてありがとうございました。ちょっと言い残したことあったらまたお伝えしたいと思います。今日はありがとうねではでは、さようなら。